おやつ、やるぜ。幽霊ジョー。やっぱ怖いんかな。おお、雰囲気あり。デイモス教総本山。侵入者の墓場って何？右側行けないの？お約束のホーリーマップ。うわ、襲ってくんだな。戦いましょう。今日は剣を取ります。おい、じゃあ俺もファイヤーボール。ファイヤーボール。前から結構引き換えちゃったから何にも覚えてない。ウィンドシュート弱っ。抜けるのはよ、簡単だろうな。こいつ途端にプレイフィールド来た。プレイムフィールド。あ、これもともとこの場所を軸にしてやるんか。ほとんど覚えてねえわ。強っ綺麗だ最初から。 HP 上がった、すげえ。お、雰囲気あるね。なんだこいつ。わなんだこの帽子や。こっちとら探ってきてんじゃん。この幽霊書、きっとピラミッドより長そうだな。長いだろうから。なんだこれ。恐怖の扉。無限の恐怖は何時の幸いである。そう、なんか言ってたな、カジノの街で誰かが水色の扉開けるなって。そんな記憶しかない。今何をしてるかも覚えてない俺は。あれが開けるきっかけになるかな。負けたらいらんやつがぶつかってくるよな。地下、え？地下に行くの？え、地下に行くのこれ。あ、上上がってくんじゃない。なるほどね。あ、これが水色の扉。壁越しで見てくるな。キャッツ。これ水色の扉か。じゃあ地下は行かないようにしろってことかな。そういう暗示かもしれん。水色の扉。で、さっき、あ、そっか、死者の墓場って。侵入者の墓場って言ってたな。おぉ、クズがいっぱいいる。水色の扉開けないと上行けなくね？もうびっくりしてるわ。うおっ！どういう人種なんだろうな。人じゃないかもしれん。邪魔！こっちか。人なんかあれは。人ならざるものなんか。じゃ進めてるか俺。なんかもう敵で判断しよう。お、看板。まさか入り口戻ってきた。弓矢の方が強い。魔法禁止だなこれ。一応言う。これ！一回来たのここ。上上がるんでしょこれ。あ、違う。わかんねえなぁ。お！景色が変わった。ボスはデイモスか。殴ろうぜ。サンドバッグや君は。狙い撃ち！おや、首！ゾンビは頭を狙うといいらしいからな。奴らか。ウォーキングデッド的に。これ魔法使うこれ。おい！禁止。魔法禁止。前は魔法禁止。前衛。よし、いけ。ギガゾンビ。ワトソンの存在意義なんだろうな。毒。これ。
これなんか前こけてたけど、あれ何、砂漠とかそういう地形効果があるわけ。わからん。うおお、まさしく魔界。戦う羽目になるんだろうか。ドド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 ド。うわ、正解左側か。ここは魔法を使わんといかんけど、こいつ魔法効かねえよな。殴りますか。アトスは死ぬな、これ。ダークレーザーかなんかで。ブラスター。スピンレーザーか。ワトソン、ワトソン、頭でけえな、ワトソン。回復しますか。フレームフィールド。焼くぜ。な、これ意味ねえな。さあ、これ、多分どうせ上行ったら、中継ポイントがあるんでしょ。HP 高。 BGM 変わんないんだな、これ、ステージごとに。前作と違うな、これは。もっと怖い BGM にしてほしいよ。あ、ピエトロガードしてよ。よーく見とかんね、こういうとこ、こういうところ。風の刃、ブラスター、プラズマブラスターはシャープだけ。弓矢、精度悪すぎだろ。階段越しだから。総力、よし。一回で宝箱全然ねえな。もしかしたら地下にあったかもしれん。で、扉ねえな。誰かも笑っとる。ここだけなんか洋風っぽいよな。なんだこれ。すぐそばの怪しい扉が開いた。別の開いた気配がする。すごく曖昧だな。おおおお、サターンが来た。サターン、狙い撃ち。狙わんでいいだろ、その距離。名前わかんねえ。ここが開いたんか。上違いそうだな。あ、宝箱あった。まあいいや。どうせ、ろくなもんじゃねえ。トゥトゥ、あ、開いてねえじゃん。え？そら笑うよ。トゥントゥン。また復活するじゃん、あの。待機してる。扉開くの待ってるわ。広いな。毎回広いなって言ってんの、これ。救いの雨。うわ、こっちじゃねえと。もう一個開ける場所があるんか。あのクズと戦わなきゃわけね。気づかい。こいつ生意気にも斜め移動してくるからな。ポリスの万能感すげえな。 HP 高えし、 MB も高えし、 TP も高えし。ピエトロのピエトロの上位互換じゃん。こっちから回ってくんか。トゥットゥン、うわ、めっちゃいんな。お、これで相手気配がする。曖昧すぎる、お前。あ、救いの雨使おう。200。おぉ、こんなんが普通のしてるんか。密会しとる。3密。でもあいつら幽霊だから関係ねえか。密じゃねえもんな、そもそも。あ、こっちだ。ブルー、なんだろうな。トカゲなんか、あれ。あ、もう戦おう。また待って、出待ちしてるからな。
あいつら。十文字切り。十文字切り。ピエトロ使えないか十文字切り。こいつは強えな。おかしいよねこいつら。なるべく。おい、やるよ。じゃあ俺は風の刃でもブラスターに。ワトソン何する人なのこれ。ただ戦闘を見つめる人これ。クズすぎる。使うなそうやって。おお、ぶつかってきた。ご対面。腕細っそ。よわ65だって。死にするとぶつかってくんな。クックル。クックドゥだろ、お前は。キッコーマンか？剣。おし、3階だ。意外とギュッとなってんな、敵も。マップも。拷問部屋か、これは。クックドゥは何してくんだ。おお、さすが。大体俺の知り合いの料理にみんな腹が出てるからな、必ず。なんでだろうな。味見関係あるんか、あれ。料理するとさ、味見いっぱいしないといけないから、必然的にお腹もでかくなるよな。やり。なんだこの部屋。趣味が悪すぎる。味見もしないといけないからさ、普通のご飯が食べれねえんだよな。おお、色がやべえやつばっかな。お抜けれた。おお、首なし騎士がいる。あ、はめられた。しかし俺は抜けれる。これは なんだね君は。こっち入ってきたとこか。さすが幽霊城、褒めてやりたいところだ。3回でも言ってるよ。赤と、赤は青の後で話すべき。もうこういうの困る。カバ多いな。青は先に閉じ込むべきであり、水色は絶対ダメなんだよな。一般人が言ってた。通りすがり一般人 A が言ってた。でも赤と青とか判断できにくい。緑もある。青、赤、緑か。もう嫌な予感する。あー、もうこういう謎かけね、やめてくだっしゃい。これどうやって開けんの、これ。違う、赤？じゃあ、青、赤、緑か。水色もあるわけでしょ。色ありすぎなんだわ。これは？水色ダメー。水色ダメー。赤もダメー。これ全部使うんだけど。封印しますか？はい。あれ？水色封印しないんだけど。青、赤、緑やった？もう何も信じれねえわ。結局全部開けれるんか、これ。ああ、こういうの仕組み本当好きじゃない。
水浦だ、水浦ダメ。今、青は切れ目あったか。お？緑は？あ、開いてる。あ、これ開いてるというか、開いてたか、これ。やり直しべや、これ。緑ってなんだよ、これ。赤と青を混ぜたら緑になりますよって。やかましいわ。でもどうやっていく？あ、こっち側もいけるわ。おお、緑か、これが。罠！バカ野郎。紫どこだよ。紫じゃない。色はごっちゃごちゃだよ。トゥットゥン。は？わからん。迷います。うわ、抜けれたぜ。行き止まり。あの青を、青を解放して、で次赤の前に緑ってたから、緑探して、うせえ、緑探して緑つけて、で赤を解放して、なんか青消してっていう看板があったから、したらなんと道ができてた。奇跡。お、ポリス。こいつクリティカル落ちちゃったな。ポリス回復できねえんだよな。回復。こんだけか、4階は。4階行って、うわ、またこれがあるよ。クソだよ、こういう仕掛けは。あいつは出待ちしてんだわ。狙い撃ち。うわ、使い切った。アイシングブルー、アイシング、怖っ。命の雫。てって、もう中間じゃないこれ。何かあるか知らんけど、もしかしたら12階とか15階とかある。魔王城って言ったらそれぐらいだな。魔王城、幽霊城か。敵全部無視。襲ってきて戦う。他はもうちょっと戦わない。お、宝箱へ。守りの雫。なんだこいつは。あ、階段が。おい、お、おい、あ、2個あった。そんなことないよな。ぶつかった今。エグゼキューター、名前かっけえな。やっぱりクックドゥじゃん、お前。千切りて。でもこういうなんとか切りとかさ、全部料理の刷毛やったりしてな。今みたいに千切りとかさ、邪魔。こいつは地味に避けてくるからな。耐えたりしてくると見せかけて、こっちが耐えたりしないとぶつかってこないっていう。な。話が違う。そいつは話が違う。いろんな色よりな、あれ。
じゃあぶつかってくるんだよな。瓶に詰めるか、このドラゴン。リバーザ。なんて書いてあるこれ。プロテクトって書いてあるか。で、取り出す。瓶に詰めるか、一体。回復した後。ヒールレインとヒールシャワーさ、シャワーの方がなんか弱そうなんだな。ほらほら、リバーザー捕まえるんだ。なんでピエトロプロテクトすんのこれ。でも回復しないとさ、バトソン先生が死ぬ。あー、一番嫌なやつ使っちゃったよ。かっこいいな。やっぱ色違うと全然違うね。瓶詰めるか。トゥントゥントゥルン。瓶瓶瓶。こいつ全員瓶詰めるわ。さあ全員入れ。シュッ。おお。ちょっ。あと押し。ちょっ。弓。おっと。ちょっ。こいつでいろんな種類捕まえようかな。好きなやつもいたやろ。おい、気分がいいぜ、なんか今日は。このダンジョンほぼ一本道だからな。一本道なんで。おお、君はすぐそばの怪しい扉。ああ、戻ろう。えっ、もう頂上。7階が頂上。大したことねえな、幽霊城も。ピラミッドみたいにさ、フェイクがあるかもしれん。これ。こういうとこだよ。ポポロクロイスくん。ポポログくん。これは消えんな。でも人がいるって言ってたからな。なにこれ。地下1階。許可なき者。一回戻って回復してきます。